ことわざに、喉元を過ぎれば、暑さを忘れてしまうという言葉がございます。昨日、緊急事態宣言が解除されましたけども、まだ喉元は過ぎておりません。 先ほど申し上げましたように、2200人の患者さんがいらっしゃいますし、あるいは専門家の意見ですと、第2波、第3波も予測した行動が必要であると考えられます。 新型コロナウイルスの感染拡大を受け出されていた緊急事態宣言は解除されましたが国や島根、鳥取両県は経済活動の再開の一方で感染の拡大の第2波にも警戒を強めていますこうした中東京に本部を置く日本財団は島根、鳥取両県を含む 全国の医療機関に、新型コロナウイルスと複合災害に備えた50億円規模の緊急支援を実施すると発表しました。日本財団が明らかにした新型コロナウイルスの感染拡大に備えた支援は、全国の救急医療施設を対象にしていて、地域の実情や各医療機関のニーズに応じて、 医療設備や人材の育成成に対し助成し助ます島根・鳥取両県の医療施設も対象でドクターカーの導入感染症対策設備の設置などハード面だけでなく緊急性の高い感染症患者を受け入れるノウハウを持った医師の育成や医療関係者や患者の心のケアなど幅広い分野での活用が想定されています。 日本財団は新型コロナウイルスの第2波への備えはもちろん人や物など救急医療資源が慢性的に不足している地方で新型コロナウイルスが流行しているときに台風や地震といった自然災害が発生する複合災害が起きた場合に特に医療崩壊のリスクが高いとして感染者が多い都市部だけでなく 地方への支援も強化したい考えですあのしかしながら、この都市部よりもあの医療体制、資源が乏しい地方のえまあ都市においては、やはりそのまあ今回の都市部と同規模のえまあ速度で感染が拡大した場合には、おそらくというか、間違いなくでしょうかね、医療の,その機能というものが停止をしてしまうと。今 あの既存の備えで本当にこれ、足りるのかどうか、不足しているものは何なのか、このあたりの,その評価をして、不足している部分というものを明らかにした上えで、具体的なその備えというものが始まることを期待していますこの日本財団の支援は、都市部では6月から、全国でも7月から助成を開始し、支援総額はおよそ50億円規模に上る計画です。